それではスーパードラゴンボールヒーローズ3弾の配布結果いってきます。で今までは、台ごとにシリンダー分けていってたと思うんですけど、今回はこの何が出たよっていうそのカードごとに配列をいっていきたいと思います。それではまずはこのねウェジットゼノの配布からいきます。これはね結構すぐに出ました。いただきます。ではノーマルが3枚、レアノーマル2枚で CP のウィス、ノーマルが2枚、レアノーマル2枚、スーパーレアマジンブーゼン、ノーマル1枚でレアで、ノーマル2枚、レアでノーマルときてベジットゼノが出ました。では次もね、あの途中で出るんですけど、このベジットいきます。ではノーマル3枚、レアノーマル2枚、 CP ウィス、ノーマル2枚、レアノーマル3枚で、スーパーレアの悟空ゼノ、ノーマルレアノーマル2枚、レアノーマルときてベジットが出ました。でこのあとは何も出ないんですけど、反対の台を掘るためにこんだけやりました。一応言います。できます。ノーマル2枚、レアノーマル2枚、レアノーマル2枚で、スーパーレアマジンブーゼノ、ノーマル2枚、レアノーマル2枚、 CP 時の海王神、ノーマル2枚、レアノーマル3枚、レアノーマル、スーパーレアマジンブーゼン、ノーマル2枚、レアノーマル2枚、レアノーマル2枚、レアノーマル3枚、レアノーマル3枚で、スーパーレア人造人間18号、ノーマル3枚、レアノーマル2枚で、以上になります。悟空の配列いきます。ノーマル、レアノーマル2枚、レアノーマル2枚、スーパーレアダーブラ、ノーマル2枚、レアノーマル2枚、レアノーマル3枚、レアノーマル2枚、レアノーマル2枚、 CP バドス、ノーマルが3枚、スーパーレア悟空、ノーマルが2枚、レアノーマル3枚、 CP 時の海王神、ノーマル2枚、レアノーマル3枚、レアノーマル2枚、スーパーレアマジンブーゼン、ノーマルレアノーマル2枚、レアノーマル2枚、レアノーマル2枚、スーパーレアご飯青年期、ノーマル2枚、レアノーマル、レアノーマル2枚、 CP ウィス、ノーマルが2枚、レアノーマルで、 UR の悟空以上です。でもう1枚出たんですけど、これと同じ配列だったのでそれは省きます。でもう一つあって、これは途中で出るんですけど、この後ろはね、あの反対のシリンダーを掘ってる時にちょっと 出たやつで、そのまま行ってきます。でノーマル、レアノーマル2枚、レアノーマル、レアノーマル2枚で、スーパーレアのダーブラ、ノーマル4枚だ、ノーマルがここ4枚、
で、レア、ノーマル、3枚。レア、ノーマル、2枚。レア、ノーマル、2枚。チビバドス、ノーマル、3枚。で、スーパーレア5区。で、ノーマル2枚。レア、ノーマル、3枚。チビ時の海洋神。ノーマル2枚。レア、ノーマル、3枚。レア、ノーマル、2枚。スーパーレア魔人ブーゼン。ノーマル、レア、ノーマル、2枚。レア、ノーマル、2枚。レア、ノーマル、2枚。スーパーレアご飯製麺機。ノーマル、2枚。レア、ノーマル、レア、ノーマル、2枚。シビウイス、ノーマル、2枚。レア、ノーマルで、リュアル、悟空。で、その後も行きます。で、ノーマル、2枚。レア、ノーマル、レア、ノーマル、2枚。レア、ノーマル、2枚。スーパーレア、クリリン。ノーマル、2枚。レア、ノーマル、レア、ノーマルで以上です。次は、人造人間17号のシリンダー。配列いきます。ノーマル、レア、ノーマル、2枚。レア、ノーマル、2枚。CP、魔人ドミグラ。レア、ノーマル、2枚。レア、ノーマル、3枚。スーパーレア、魔人ブーゼン。ノーマル、3枚。レア、ノーマル、2枚。スーパーレア、人造人間18号。ノーマル2枚。レア、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 ノーマル3枚。スーパーレアご飯青年期。ノーマル2枚。レア、ノーマル3枚。レア、ノーマル2枚。 CP ウィス、ノーマル、レア、ノーマル2枚。スーパーレアの悟空、ノーマル2枚。レア、ノーマル2枚。 CP 時の海洋神、ノーマル2枚。レア、ノーマル2枚。レア、ノーマル、レア、ノーマルで、スーパーレアピッコロ、ノーマル2枚。レア、ノーマル2枚。レア、ノーマル、スーパーレアダーブラ、ノーマル2枚。レア、ノーマル2枚で、 UR17 号以上です。これも17号が途中で出るやつです。じゃあ全部いっていきます。ノーマル2枚。レア、ノーマル2枚。シピ時の海洋神、ノーマル、レア、ノーマル2枚。スーパーレアご飯青年期、ノーマル2枚。レア、ノーマル2枚。レシピ海洋神、ノーマル2枚。レア、ノーマル2枚。レア、ノーマル、レア、ノーマル、スーパーレア魔人ブーゼン、ノーマル2枚。レア、ノーマル2枚。レア、ノーマル、スーパーレアピッコロ、ノーマル2枚。レア、ノーマル2枚。で、UR17 号、ノーマル2枚。レア、ノーマル2枚で以上になります。で、UR の配列はこんな感じでした。で、シークレットの配列の動画も別で出すので、そっちの動画の方で、今回 UR がいくつ出たとか、CP いくつとか、まとめは、そっちの方で
まとめて出したいと思います。それでは